第3章、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムについて解説します。陸上貨物運送事業の事故の型別・死傷災害発生状況をもう一度見てみましょう。グラフから陸上貨物運送事業の特性として、身近なところで起こっている災害が多いことがわかります。特性に応じた課題への対応には、リスクアセスメントと労働安全衛生マネジメントシステムの導入が有効です。リスクアセスメントは、事前に労働災害の発生要因を特定し、対処するものを明確にします。労働安全衛生マネジメントシステムは、継続的かつ体系的に安全衛生対策に取り組む仕組みです。リスクアセスメントとは、作業に潜むリスクを洗い出し、その大きさを見積もり、優先的に対処するものを明確にして、リスクを低減する措置を検討し、実施することです。リスクアセスメントの実施は、労働安全衛生法の規定により、事業者に努力義務が課せられています。リスクアセスメントの目的は、全員が職場のリスクに関する情報を共有し、労働災害が生じることのない快適な職場づくりを進めることです。リスクアセスメントの効果として、主にこのような4つが挙げられます。リスクアセスメントの具体的な進め方は、ステップ1からステップ5に示す通りです。まずは社長や事業所長などのトップが組織としてのリスクアセスメントに取り組む方針を示し、方針に基づく活動を進めるための推進体制を構築します。続いてステップ2からステップ4までをより詳しく見ていきましょう。リスクアセスメントの実質的なスタートは、危険性または有害性の特定です。危険性とは、墜落、転落や挟まれ、巻き込まれなどの怪我につながるリスクであり、有害性は化学物質による中毒や熱中症などの健康障害に関わるリスクです。危険性や有害性は、作業に伴う様々な場面に潜んでいることから、これらを漏れなく見つけ出すために、関連する情報を効果的に活用してリスクを見える化することが重要なのです。ステップ2で特定された危険性または有害性によって発生の恐れのある災害について、リスクの大きさ、すなわちリスクレベルを見積もります。リスクレベルの見積もり例として、危険状態が頻繁に発生し、発生した場合は確実に怪我に至り、その状態が致命傷になってしまうリスクは4点足す6点足す10点で、リスクポイントは20点となり、リスクレベルは最大の4と評価されます。ステップ3で見積もり、評価されたリスクについて、リスクレベルが許容できない場合には、作業環境や作業方法の改善などにより労働災害発生のリスクの回避・低減措置を検討・実施する必要があります。リスクの見積もりによって決定されたリスクレベルの高いものから、リスク低減措置に示された対策を1から4の順に検討します。労働安全衛生マネジメントシステムとは、労働災害防止の取り組みをより効果的に進めるための仕組みです。従業員全員で抽出した職場の安全衛生上の課題を、プラン、計画、ドゥ、実施、チェック、評価、アクト、改善というサイクルを回して取り組むことにより、安全衛生水準をスパイラルアップさせることが期待されます。 PDCA による具体的な進め方については、まずトップが安全衛生方針を設定し、これに基づいてリスクアセスメントを実施します。
その結果を踏まえたリスク低減対策などの目標を設定し、目標を達成するための具体的な実施事項や実施時期などを含めた計画を作成し実施します。そして計画通りに実施できたか、目標は達成できたかという視点から実施結果を評価し、評価を踏まえて見直し改善するという一連の PDCA サイクルにより、事業実施の管理と一体的に、また継続的かつ体系的に安全衛生対策に取り組むことができるのです。この考え方を生かして自主的かつ効果的な腰痛予防対策を職場に定着させていきましょう。第3章のポイントを振り返りましょう。陸上貨物運送事業の災害は転落や無理な動作など身近なところで起こっています。これらの労働災害を防止するためには、リスクアセスメントの結果を踏まえた対策等を労働安全衛生マネジメントシステムの PDCA サイクルに組み込んで、トップの方針に基づく安全衛生活動を組織的、継続的に進めることが求められています。ご視聴いただきありがとうございました。動画の内容に関するアンケートがございます。回答していただけると、今回の動画で使用した資料をダウンロードすることができますので、アンケートにご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。